ピアチャンネルをご覧の皆さん、ラニーノイズです。どうも、この度花垂れ 2days、はい、大阪と東京でワンマンライブするでラニーノイズがというタイトルのワンマンライブをやります。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。7月の23日が大阪の、はい、梅田クラブクワトロでやりまして、うん、30日その次の週の30日に、はい、東京の渋谷 WWW ホールでやりますので、はい、ぜひとも皆さん有観客なんで来てください。お願いします。ありがとうございます。東京は配信もありますね。楽しみですね。久々ですよ、人の前でやるの。本当にね、うん、あ、大阪が配信なく東京が配信あるの。そう、大阪は配信ないんでね。じゃあこれ東京の方は、うん、大阪は生で見て、はいはい、東京は配信で見ることも可能でしょ。うん、可能です。配信の時はやっぱり須崎が普段しない新世代のね煽りしてくれますもんね。やっぱあの新世代の煽り、無観客の時にさ、うん、目の前にこうモニターがあってさ、はい、みんなのコメントがこう流れるのを見ながら演奏してたやんか。まあ無観客はそうよ、うん、普通ロックバンドやったらボーカルがねこう集まってね、うん、声出せーみたいな言うと思うんですよ。ロックバンドですか。ロックバンドやったらね、はい、無観客がそれ言えない、うん、須崎集まって言いたいってなって、うん、コメントしらーって大きい声でな、吉本の本社やもん、働いてやんねん。みんなコメントしらーって言ってすいません、コメント欄がわーわーってなってんねん。ほらええやん、わーってなってんねんから。あの僕新しい時代来たなと思ったもん。あんなロックバンドの煽り見たことないのに。じゃあ東京配信あるけど有観客でもあるから、それが俺たちの力になるかなー。言ってないって俺そんなの。言ってましたそれコメントがみんなの声になるからって言ったよ。一緒やんほとんど。映画の別にこっちの方が正しいねそれのが見れますよ、東京の配信買ったらまた。言いません、言いません、それは言いません。多分ほんまに世界探してもそんな煽りしてるやつは須崎だけやった、ね、しゃあない、その時思ってんか。コメントあのガナってね、いいが煽るっていうんで、お客さんの客席がまあ動けないんですよ、あのね。まあまあね、今こういう状況ですから、はい、こうテープが貼ってるんですか。定められたその自分の位置がありますか。自分のテリトリーみたいな。そうです、そうです、はい。奇遇にもあの後輩の女芸人、うん、エルフ、エルフの春が、はい、うん、結構その行ってた高校がやんちゃな人多かったらしい、問題児多かったらしいんで、うん、朝礼の時同じように区切られてたらしい。また別やで、それはなあ、それ先取ってたってことです。どんだけ言うこと聞かれてるの生徒さんたちなあ、大丈夫よ。朝礼の段階で一人一人のテリトリーが決まってたらしい。先取りってことです。ワンマンに来てくれるお客さん大丈夫、時代のいい子ちゃんばっかりなんで。問題児と見なしてるってことですか。見なしてないです。この時代、この時代がそうさせてるんです。お客さんは悪くないですか。しっかりルールを守って、はい、僕らも感染対策しながらやりますんで、はい、皆さんぜひとも来てください。お願いします。楽しんでください。よろしくお願いします。ラニーノイズでした。